あったま、あったま、あったわけやともかげーやーいらっしゃいませ暑いねー。暑いなー。やばいねー。これはもうまずいな。調子が悪くなりそうな暑さですね。辛いなー。でも今日は、ちょっとですね、近所の薬局っていうかドラッグストアですね、買ってきました。前もあったんですけども、あ、見えてるか。ね、パンを買ってきました。パンパン、ココチャパンパンですね。ね。レッドさんのキャラですね。あ、そして、ね、安かった。ほら、見て、これ。メロネ、メロネっつうんすよ。コロネの、コロネの、違う。コロネの、メロンパンになったっつ。これが半額でしょ。これね、いくらで買ったかね。ちょっと、今開けちゃいましたけど。メロネはね、59円で買ったよ。半額だから。ほら、表面がね、メロンパンみたいになってる。うまそうでしょ。でもなんか甘そうないか。ほら、クリームが入ってんのよ。うん。あれですね。わかった。これは、メロンパンに生クリーム入ってるやつなんでしょ。あれの味がする。形が違うだけで、これそうだな。うまいこと考えたね、これね。うん。クリームが入ってるメロンパンですよね。うん。あ、俺こっちから食べればよかった。甘いパンから食べたら、こっち行きましょう。はい。枝豆チーズスティック。ね。これ、半額ですから。ね。うん、もうさ、ほんと動画撮るのさ、YouTube ね、動画お金ばっかかかるの。だから、ほんとね、安いのしか買えない。これね、元130円売ってたんですけど、65円。安いね。こっち先に行けばよかったね。枝豆とさ、あ、もうチーズにする。枝豆とさ、チーズって合うの？ほんとに。ほんとに合うのかな？あ、今ガッてやったけど、そんな硬くないですから、ね。わざとやりました、今。うん。あのね、チーズパンです。枝豆入ってない。入ってるとこ食べながら、ほら、ここにほら、ここにいるんですよ。埋まってる。言うほど、枝豆が入ってないのか。あ、いた！あ、いた！ここにいっぱい入ってる。端っこだからいなかったのかな、ほら。3粒いますよ、3粒。おいしい。やべえ。マヨネーズも入ってるかな、ちょっと。ねえ。うん。あ、これおいしい。全然合いますね。はい。素晴らしいですね。やっぱりさ、山崎パンやさんが作ったチョコレート。やっぱりさ、大人がさ、あですよね、よくさ、こんな売れんかやみたいなさ、よく軽く言うけど、たくさんの大人の人たち、この社員の方々がね、いろいろ、ああだこうだ、ああだこうだ。ね、下手したら倍返しだなるかもしれないし、ね、わかんないけども。これ、たくさんの大人の人たちが考えてね、やっぱ生み出すから、美味しいわ、これ。ね、まあ、温めた方が美味しいかな。ね、ここは電子レンジとかないんで、食べれないんですけど。これね、チーズ。なんかこういうパンあったなぁ。なんか食べたことある気がする。それになんかね、ちょっとね、マヨネーズ入ってるのかな。で、枝豆が入ってる。ね、美味しいね。うん。やっぱ美味しいわ。うん。じゃ、最後これ。ベルギーチョコ蒸しケーキ。見たことあるな、これ。ね。食べた、ってか、食べたことあるかもしれない。これはですね、これは、54円。安くない？これは安いね。蒸しケーキ。あ、なんかね、何ですかこれ。道に落っこってたらなんだこれやと思いますよね。これ石かな。ちょっと変な、変な例えはね、ちょっと言うの今食べ物だからやめたから。やっぱりね。柔らかい。これケーキだな。蒸しケーキ。あ、そのままでね。ええ。
柔らかい、ケーキのように柔らかいね、そしてねやっぱねベルギーチョコだけあってね、このなんつうのかな、このほんのり苦味があるというかね、なんかいい感じだね。これね、できれば冷蔵庫に入れて食べたら美味しいかもしれないな。今日はね暑いから、ちょっと暑いとほら濃いかなみたいなね、ちょっとしつこいかなと思うかもしれないけど、全然そんなことはないんですけど、できれば冷たい方が俺は個人的には美味しいかな、ね、甘いパンを2つ買うっていうね、こんなにほら一応ほら食べちゃったけど全部食べなきゃいけないからね、いっぺんに、いっぺんにっていうかほら硬くなるでしょパンって、早く食べないとね、ということでじゃあ食べたいと思います、ではね、あれですよ、なんかなあだこうだ言いましたけど全然全部美味しい、なんか全部美味しかったです。あ、ていうか全部山崎パンさんだねこれね、ほらおすすめグルメパンだ、それは美味しいわな、ね、はい、ということで以上でございますはい、どうもさっかねー、やーめっちゃホルデー、さよならホームラン歌うぜ、ありがとうございました。遅く起きた日曜日は池袋 FM で川野田の虹をつかむ男が始まった。